トムロフトのレース場と飼育日誌鳩と一緒に遊びましょう。おはようございます。11月19日火曜日の朝です。今日の空模様です。今日の天気は晴れ。風は北風3。メートルから7。メーターの風が吹いてます。ちょっと今日は風が強いので、社外をどうしようかなと。迷って たんですけども。昨日もしてませんので。後が電線にぶつかる危険もありますけど、社外をすることにしました。昨日は雨が降ったし、北風も強いので今日は空気が澄んでいまして、富士山がはっきり見えます。山頂には白い雪ですね。これね、えー、見えます。私のうちから見た今日が初関雪の日になりました。 出出口を開けままししてて外へ出てきましたあとは飛び上がるのかな上がらないのかなよくわからないですね風が強くて何しろあと風にあおられて今飛び上がったところです、えー、なんかスピードもあるし怖いですね風が本当に北風強い時は 7m ーーぐらい吹いてんじゃないかなもう出た時の瞬間で ハトが風に飛ばされているというのはよくわかりますおまた飛び上がったあーなんか風に煽られて上空に上がれないですねなんか低空にこう落とされる感じがします急車の中のハトを追い出して外に出てきましたあとは急車の上ですね上空を飛び始めてます風が強いけどうーんなかなかまとまった形で上空上がって この高さまで上がれば電線にぶつかる心配もないので安心して見てられます。ただ、風が強いから。その風も冬の風っていう感じになりましたね。ちょっと強冷たいですね、えー。その風を受けながら、あとは南の方へ飛んでったり、北の方へ戻ってきたりということを繰り返してますけども、だん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 こう風に流されていくのか。まあ、いつもの遠征コースなのか？ 南の方、南の方へこう飛んでいく感じがします。急車の周りを今二分間ぐらい、えー、旋回しています。それでもだんだん風に流されて南の方向へこう少しずつ少しずつ飛んでいってるようです。そろそろ遠征からだいぶ離れたところを飛び始めました。あ、このまま遠征に行きました。 遠征時間40分で戻ってきたハッタチです今日は多球車の鳥とは一緒に戻ってこずに、えー、単独で戻ってきました遠征時間40分飛んでいた割には多球車の鳥と合流しなかったっていうのはうん今日風が強いので車外する時間ちょっと遅くなったのか車外をやめたのか まそういう急車もあんのかもしれないですね。単独で戻ってきてます。戻ってきた人たち、気持ち良さそうですね。風が強くて低空に降りてくるとどうも見てられないんですけども、まあ、上空、こう高いとこ飛んでる分には安心してというところでうーん、なかなかいい感じの飛翔してます。追い風に対する練習、向かい風に対する練習、 なんて勝手なこと言いながら風に向かって飛んだり風に押し流されて飛んだりを繰り返してます強い風の時の練習になってくれれば本当に最高ですね車外時事故なく終わってほしいなと思います車外を開始しまして70分経過しましたあとはまだ飛んでますね うん1時間経ちましたのでもう入車口を開けてますあんまり飛びたがらない鳩はもう急車の中に入ってしまいましてまだ1はなんか残ってますけどね5羽ほど、えー、もう急車の中に入ってます、えー、急車の中に入った鳩をチェックしたらこれはレースに参加してない鳩で、えー、ちょっとホッとしてます、えー、掴んでいましたら羽がやはり10枚目がなくて9枚目が7分ぐらいの鳩がいたり ということでトヤによって飛びたくないという鳥もやっぱりいますね体調不良だけじゃなくて羽の具合もあるのがこの秋のシーズンの特徴ですねうん、この辺もやっぱり秋が人気ない特徴なのかなトヤがあってレースに出せなくなっちゃったり昔は秋のレースでも700キロがあったりトヤなんて全然気にしなくて なんかレースやってたような気がするんですけども今はちょっと神経質なんでしょうかねお鳩がずいぶん降りてきました75分間かなうーん今日もよく飛んでくれました風が強いからその影響もあったのかもしれませんけどねこのくらいの時間自主的に飛んでくれれば鳩の体調うんもうすっかり戻ったっていう感じがしますよね 明日もこのくらい飛んでほしいなそしたらもう安心して次の300参加できるんですけどもあとはこのままもう少し屋根の上で遊ばせて8時ぐらいになりましたら呼び込んで今日の社外を終了したいと思いますやはりなんて言っても気になるのは週末の天気ですこれは11月23日土曜日の天気図になります 東圧線が日本ずいぶん縦に入ってます日本海側、山の方は雪になりそうですね仙台の方もどうも風が強そうですそれも西風が強そうですねこれは24日日曜日の天気図です東圧線の間隔が少し開いてきて風も弱まりつつあります 300キロレースを行うためには土曜よりは日曜日の方が天気図を見た範囲では良さそうですこの天気図は11月25日月曜日の天気図になります高気圧が日本に晴れ出していて強かった風も収まりほっとできるような天気になりそうな日になっています浜吉田からの300キロレース この日に飛ばせば、えー、分速はそこそこの感じがしますけども高期間のレジナルレースになるんじゃないかなーなんてハトレース日じゃないかなーなんていう感じがしてます3 0 0キロレースが終わったらば秋参加していなかったハト15はこのハトの訓練やりたいですね今回秋参加した後は個人訓練 なしでもう、えー、連合会訓練代ルだったんですけども来年の春のレースは、春レースはそんなに何回も訓練がなくてすぐに距離がどんどんどん伸びていく感じになりますのでやはり自分でそれなりの訓練をして後にこう方向判定の仕方みたいなのを、えー、練習させる必要があるんじゃないかなと思います。月の半ばぐららいから くり足ぐらいまではしたいいですねいかな、えー、空気でいいかな空気の40キロでもいいんですけども今40キロぐらいまで、えー、訓練3回ぐらいですね、えー、20キロ訓練2回と40キロ訓練それから連合会訓練という形のステップを踏んで春レースを臨みたいいと思いますそろそろそんなようなことを考える時期になりました。 本日もこのブログにご指摘ありがとうございました。また次回もお越しいただき、よろしくお願いします。失礼します。